はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、強化暁大のサクセスマウンテンのイベントですね。今回は投手でやっていきます。で、投手は初めてなので、まあ、音声はね、直撮りでやっていきます。まあ、ちょっと選手としてはもしかしたら失敗しちゃうかもしれないんですけれども、まあ、投手はこんな方針でやっていきますというのを、まあ、この動画で、お伝えして、でイベントデッキはこんな感じで組んでます。もう下の3人すごいよね、 PSR プラゴってまあ、虹谷のね、PSR プラゴはお借りしてます。で、このイベントデッキ自体は、まあ、ボーナスを見ながらちょっと、解説していきますと、まあ、通常のね、青特でキレと黒ファイで、キレ自体はコツがあるんですけれども、黒ファイのねコツがないので、これは直取りしていきます。で、その下になってマインドブレーカー、これは暁守くんから取って、あとは組み合わせボーナスですね。で、今回狙っていくのはまず鋼のメンタルボーナス、虹谷からドクター K を取って、で打倒で、強心臓と不屈の魂、この2人を狙っていきます。まあ、3人はねやっぱり狙うのきついんで、強心臓が六本木で、7位が不屈の魂になってますので、この2人は最後に倒していきます。と、あとミラクルエースボーナスですね。これはイベキャラで普通に組んでます。復活が風薙くんで、走者釘付けがルナちゃんで、変幻自在が野球マン1号ということになるんですけれども、まあ、ここでの、まあ、問題点というか、あれはやっぱり敏捷ポイントですね。マインドブレーカーもそもそも敏捷ポイント使う金得なので、まあ、一応風薙くんでだいぶ敏捷ポイントは稼ぎ出せるんですけれども、走者釘付けの骸骨クイックがね取れないんで、どうしても走者釘付けを直取りしないといけないんですよ。で、これはもうあの計算してきました。マインドブレーカーが仮に1だったとすると、敏捷ポイントが17で、走者釘付きに関しては確実に2で取れるので、骸骨合わせて120で、敏捷ポイントが全部で137必要なんですねで、そこから、風薙くんのイベントで、67ポイントの、敏捷ポイントもらって、でルナちゃんの走者釘付けの、イベントで敏捷ポイント36入るので、合計で103なので、まあ35点くらいは敏捷ポイントを、稼ぎ出さなきゃいけないと守備連でという感じになりますね。まあ、これはうまく打倒を絡めて守備連で、敏捷ポイントを稼げれば一番いいんですけれども、で、あとは天才の入部届はもう普通に持ってきてます。じゃあやっていきますか。コツは特にないんだけど、で、パピオンは、まあ、やっぱり打倒要因だね。まあ、追求して、打倒ポイントを、まあ、上げていくと。で、精神もね今回不屈の魂と強心臓で使うんですけれども、精神系のキャラが入ってないので、コントロール上げるときとかはどうしてもやっぱりコントロールのコツが欲しいんで、まあ、ここはパピオンでいきましょう。普通によし、コンコツをゲットしましたと。まあ、ただポイントは欲しいよね。強化暁台に関しては本当にコツ練習したときはポイントが欲しいで、追求してコツをゲットしていくと、そういう流れがいいんだよね。いや、技術精神稼げるよ。そして理解度が深まると、パピオンはマジでいい。で、余剰は倒していきます。おお、そうだ、天才だ。センス丸はつかなかったな。で、またこうですね、ルナッチはいいや。あ、守くんが来てるね。リリース変化球 32?32 って取れんの ?31 だ、ギリギリ取れた。もちろんね、タイピンも5にしていきます。で、あとは打たれ強さなんですけれども、風薙くんからもらえるんでね、これもうまくプラゴにしていきたいですね。プラゴっていうかコツ5。この編成はまたね、精神がきついと思うんですよね。ただ暁大附属自体が結構精神ポイントを稼げる高校なんで、いや、すげえな、117か。我ながらよく作ったよな、暁守の。本当にあれは神ガチャだったよね。
で、ここどうしよう。ルナちゃんも一応気にしつつなんかあればっていう感じなんだけど、そもそもルナちゃんがいない。余剰はやっぱり邪魔なんで下げておこう。で、暁守る PSR プラゴにして、あ、ちょっと待ってね、ここは構わないにして、調子安定だな。そう、 PSR プラゴになって、やっぱりすげえフレンドとかね、まあ、前回そもそもフレンドまだ大丈夫ですよって、言ったんで、フレンド依頼がねすんげえ来てるんですけど、もうちょっと埋まりそうです、全員分なので、ちょっとね、もういっぱいじゃんっていう時は本当申し訳ないんですけど、多分今この動画を見てる人たちに関してはもう多分いっぱいですって出てると思うんで、そこは本当にすいません。まあどっかでね、また整理はしていくんで、フレンドさんは、まあ、もし空きができたら、またフレンド申し込んでください。ルナちゃんとヨジョ、ここだね。まあ、ルナちゃんはもう乗ってはいるんで、で前になんで告白も多分大丈夫でしょう。で、ここは体力は減らない方向で、これムード丸になってくれればないか。で、ここは引かない、伸び骨をもらっていきますと。若干骨の状況が良くない気がするけど、まあ、それでもパピオンと暁守が来てるからね。ここは虹谷か、誰も減らせられないのか、虹谷か。でも虹谷のポイントは異常だからね、やろう。根骨つかみましたと。これはちょっとやっとこう、余剰か、 OK。 でこれはショートにして敏捷ポイントを稼いでいきます。28、そっか、レベルがちょっと上がってるからポイント若干もらえるね。守る君と虹谷、ゲーどうする、これ追求。守る君ちょっとやっぱやっときたい気もするけど、いや虹谷、いやこの97、97異常だよ。でキレか、そうか、キレも一応敏捷ポイント使うのか。ちょっとこれを入れてなかったな。幼女を倒そう、守る君も倒せんね。まあ、ドクター K はね別に虹谷から取るんで、守る君はもう最初の方に倒しちゃって大丈夫ですね。そもそも倒さないとタックが組めないんで、この方向は。で次は二宮を狙いに行きましょう。これ三本松だな、倒してないからで、追求をしちゃいますと。休息、で六本木は残しとくんで、三本松七八島、平均的に減らせられるね、これは。あ、こっちも残ってる、まあ、こっちだな、3人いるし、あとは調整しつつ減らしていくと。銭湯回復してくれ頼む。これってどうなんだっけ、ちょっと回復する、怒りの評価がなんで下がるんだ。どうするこれ、すげえメリットがあるってわけでもないけどな。まあ早い段階で来てくれれば、頼もう。ガイアか、悪くはない。あれ、これって全部深まんのこのイベントも強化されてんの、知らなかった、これはマジで知らなかった。そうだったのか、3本まだ倒せない。六本木と一ノ瀬、五十嵐つくも減らしておきたい。ここただ追求ができるね。守君、まだ早いからね、早い段階だから追求をしておこう。お、これは丈夫な体になりたい。前もちょっと野手のところで言ったけど、野手の特能を取るとやっぱりメートル増えるのかなっていうやつ。ちょっと待ってね、風薙は終わったのはいいんだけど、ルナちゃん来てねえじゃんっていう。パッピーか、ヤシマを減らせられるね。虹谷、
二宮が減らせられるのか。ちょっとこれは一回守君やろう。二宮は減らしておきたい。ちょっとまだカウント多いからね。で次追求しよう。おお来た来た来た。でパピヨンがね、イベント数が全然ないからね。前にあと4ではあるんだけど、パピヨンを入れてるんで、まあ、消化はできるかなと、まあ、これは割と言ってるんだけど、追求しておきましょう。でこれは7位は減らしておく必要があるかどうか。上の2択だな。ヤシマとかってどうなってんだっけ。まあいいや、ちょっとヤシマを減らしておけ。大丈夫博士が来た。どうする。特能を身につけたい。2メートル増やす。いやこれは普通にこの体力量だからこれだな。3本松、ヤシマがちょっと減った。この2人まだか。でもな、二宮だな。ちょっと二宮を射程に入れておきましょう。守備練も行って臨床ポイントを稼ぐ。まあ、そもそも12月の3週で全ての前イベが終わったからね、早いよなやっぱり。まあ、ルナちゃん臨床ポイントここでも稼げるんで、二宮と七井と五十嵐か。虹谷のコツがあるね。よしこれはここにしておこう。ちょっと待って、筋力が、ま、何気に溢れそうだ。緩急で球速はもう上げておこう。マインドブレーカーのために149144で一旦止めておくか。で一応3つずつ。あー七井が倒せちゃうんだよな。七井がいなければな、すんげえいい練習だったんだけどな。二宮か。まあ、六本木が3になるけど二宮を倒すと上がるから、ちょっと待ってね、その前に変化球を覚えておこう。まあ、77でいきます。変化球はどうしようかな。追求をするか、ダートポイントを下げるかっていうところなんだけど、虹谷の追求はマジで美味しいんだよな。今何人 ?1、2、3、 全然倒してねえや。そもそも一ノ瀬はこれだいぶ減るよね、二宮倒せば。いやーちょっと倒しとこう。で打倒完了で上がって下がって、ここはもう分からないで大丈夫。タイピンを取る必要はないので、でルナちゃんに関しては大凶が出なければもう何でもいい。正気、まあいいよ、全然いいよ。減らせられるのが2人、五十嵐、一ノ瀬、つくも1回減らしておくか。一ノ瀬を倒せばね、みんな減るからね。ヤシマか。まあ、打倒に関してはね、やっぱり投手の方が楽ではある、編成次第だけど。今の空振りしなかったら多分ボール球だったよね。絶好調じゃないか八嶋くん。よーし、OK。まあ投手の場合はね、1点でも減るともう満点ではなくなるからね。まあ、でも1回打たれるくらいだったら40もらえるのか。で打倒ポイントは4下がる。ダメだ。
結構下がるね、結構いろいろ下がるね。でで一ノ瀬が倒せるといえば倒せるんだけど、ちょっと一回デートをしておこう。で1月の3週も特にいいのがなければデートして回復してマラソンに備えるか。六本木とかも倒してもしょうがないしね。あー、五十嵐とつくもがだいぶ減らせられるのか。これはちょっとやっておきたいね。ダブルタックだしね、やろう。つくもを倒しましたと。根性、精神は使いたくないかな。まあ、ルナちゃんのコツは急いで取る必要はないと思うんで、これはもう無理、さようなら。でさらに練習できないぞこれ、多分 10% か。3本松倒して六本木で2人倒すと何人残んの。1、2、3、4、5、今6人だから4か。7位減らしておきたいよな。3本松と八島、まあ倒したい2人組って。7位がすんげえ増えるのか。そうすると7位まだ11あるからな。ちょっとデートするか、回復させよう。で2月の1週は普通に練習をしますと。お、いいね、急速。さて、1の瀬7位八島、あ、ここ悪くないね。よし、八島をぶっ倒しておくか。で次ちょっと一ノ瀬を倒して全員の打倒カウントを下げていきましょう。ここは上がるんだっけ。お、まだ特に何にもない。逃げ玉をゲットしますと。カチューン、お、カチューンってまだ掴んでなかったよね、珍しいな。だいたいルナちゃんのさ、このバレンタインイベントが来るときってもうすでにカチューンを掴んである状態なんだよね。根性とか65も貴重だからな。脱散も残しておく。カチューンは取っておきましょう。クロファイはもう直撮りせざるを得ないからな、忘れないうちに取っておきましょう。でここは練習する。守備練、虹谷、他のを見よう。一ノ瀬、あ、全然人がいないんだけど、そもそも人がいない。じゃあここは敏捷ポイントを稼ぐ意味でも虹谷をやっていきますか。スカウトさんもいるしね。まあここは励ましてあげましょう。で脱散はもう最悪掴んであるし、もうそもそも追求が来てるからね。まあ一応見ます。一ノ瀬と五十嵐か、全然悪くないね、全然いいね全然やりてんだけどな、全然やりてんだけど。2人倒すと3人、六本木がそうするとすんげえ増えるな。ちょっと追求しておくか。の前に球速155とかにしておく。いやこれマジですげえよ、虹谷のさ謎の練習。3本松、五十嵐、一ノ瀬か。これすげえいいんだけど、六本木がね、3人倒すと2人だけになる。16減らせられるから大丈夫か。まだ3月だしな。で、一ノ瀬って、まあ、多少減るから、やろう。これが最後とかだったね。まあ普通に作ってるんだったら最後に来てほしかったけど、まあ今回は別にいいしっていう。ちょっと待って、溢れないよねまだ。
27台も上がりやがった で、 でちょっと後の2人は相当あるよね。ちょっと変化球は上げておきましょう。フォークフォークフォークと。で2球種目どうしようか。スローカーブにする。緩急をどうせ覚えるからね。ルナちゃんのコツ、ダブルタック、どうしようかな。いや減らしておこう。ちょっとやっぱり打倒できれば平均的に減らしていきたい。これは五十嵐君にしよう。7位も減らしておきたい。パッピーか。パッピーはやっときたいね。マイナス7。ちょっとパッピーはコツつかみたい。コツをつかみたいわけじゃないんだけどポイントが欲しい。よし、7位が下がった。一応見る。8 7、回復を兼ねて追求。一応外野深まったね。で別の要素、まあ、そもそもマインドブレーカーがね成功してくれないと全てが水の泡なんだけど。あーまだ射程には入ってないのか。まあ、一応ちょっとタックが絡めば六本木は倒せるんだけど、7位にしとこう。これで7位は完全に射程に入ったね。いやもういいよ別にで4月ね。 4% これいけるね。これ怪我したらマジで終わるないきます。よし OK、 フィニッシュ。いやもう打倒さえ終わっちゃう。ちょっと待って、ポイント大丈夫か。溢れてないね。あぶねえ、全然チェックしてなかったかな。で強心臓で不屈の魂、打たれ強さが来てないね。風薙のコツか。 22% どうなの。強心臓はまあ171262か。それでもあまあ取れないことはないね。2でくれるっていうのがでかいよね何気に。でどうしよっか。あとはもう揃えていく感じになるんだけど、ちょっと無理だな。ルナちゃんのデートを進めつつちょび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 体力を回復させていくか。あとは変化球のなんかダブルタックとか狙っていきますか。まあ、虹谷と守君のダブルタックとかでもいいし、そもそも虹谷にコツが来てくれればもう追求。パピオも OK。 あぶね、追求っていう。これはいやー 17% か。死にそうだな。もう一回デートすると、だってもうアイテムないからね。もう一回デートするとどこまで回復するっていうかさ、守くんいるとさもう球速すごいよね。ガチで上がる。でそうだね、ルナちゃんちょっと終わらせにかかる。で敏捷ポイントもちょっと調整しないといけないんで、わあ体力削られた。葵ちゃん、それ葵ちゃん全然見てねえな今回存在感薄いぞ。これさすがに死ぬから寝よう。よし、チュンチュンが来てくれた。オッケー、まあ少しでいいよ。もう掴んでくれればいいです。マインドブレーカーは本当に。でここどうする。ここはもうお任せしちゃっていいよね。でマインドブレーカーは解骨とか特に関係ないんで、取れるときに取っておく。敏捷は17使うと。これはもう計算通りだね。切れ骨と脅威の切れ味の
ちょっと敏捷ポイント入れてなかったから150くらい必要か。そう考えるとパピオンに変わってる。でコツったれ。あー守君パッピー、まあこれはパッピーだね。練習追求、練習追求が一番いいよね。練習二次谷、追求二次谷、練習パッピー、追求パッピーみたいな、一番効率がいい。俺球速160あんじゃん、もう何気に。あとは後イベの人たちだね。感想大丈夫だよな。いくらパッピーが少ないとはいえ、イベント数自体はそれなりに多いからね。さてこれで締めよう。 OK。 もう怒り守るとか散々だよね。前回はボッコボコに打たれてさ、ここでは完全にシャットアウトされてさ、立場がまるでないんだけど、そして助走させられるっていう。まあ一応見るは見る。もうパッピーなんてさ、タッグを組むより追求した方が全然いいからね。お変化球、虹谷だ。てか精神があふれそう。直撮りするってか根性取るか。じゃあキレ、あ残しときたいよな。闘志も葵ちゃん持ってるしな。ちょっと根性を取っておきます。脱散は取っておく。逃げ玉もいいでしょ。あ復活取ろう。これで少し精神さばけたかな。緊急当番とかもこれも取りに行こう。要所もまあ取りに行きますか。あバント封じとかも安いは安いんだよね。敏捷ポイント使うけど。あとは速球対抗心が筋力か、まあ、筋力は割と余りそうだからね。スタミナは C にしておこう。技術が足りないね。技術が、まあ、パッピーのあれをやってるとはいえ。よし切れコツ。なるべく敏捷は使いたくない。体力を回復してしまったか。追求、いやすごい。いやもう全然疲れてないよ。でコツがある。なんだかんだでもう6月か。時間の流れというものは早いものだ。メンタルパッピー、これやろう。でさらに追求パッピー。でここはストレート。ちょっと待って、不安なのはさ、本当に完走できる葵ちゃん、葵ちゃんが完走できるかちょっと怖くなってきたんだけど。でキレは取るでしょ、2か。だいぶ節約できたな。あと敏捷ポイントか。ちょっとそうだね、1回クイックは取っておいて、60のお出かけ、今やることないんだっけ。あタックが来てるっちゃ来てんのか。ルナちゃんあと何回、あと1回だったら。ちょっとここは体力を減らしたいから、西谷。よしよしっていうのもあれだけどね。コントロールにしたり、こういう時来るな。これやってるとデートが詰まるんだよな。6月の4週だって二次隊と練習して、7月の1週が追求でしょ。いやでもこれコントロール風薙とのタッグだからな。やっときたい、技術は欲しい。で7月の2週にデートを最終にして、
で、あとは甲子園でちょっと一応見よう虹谷か、いやもう無理だよ、ここはちょっと追求で、これで OK。 え、これ葵ちゃんちょっときつくねえか、ドクタケはつかめたけどさ。で、まあ、ここに関してはサクッといきます。で、スローカーブちょっとゼロになっちゃったな。変幻自在用ので、相変わらずの筋力ポイントだよな。不屈の魂用もちょっと取っとかないといけないから、あ、こんなもんか。とりあえず完全にシャットアウトしたんで、もうちょっとこれはデート OK。 とりあえず完走はした。で、走者釘付けを取りますと。ビジョは41ポイントか。いや、もうこんなさ、イベントよりさ、葵ちゃん完走できねえわこれ。虹谷にするか、パピオンにするか、ポイント的には虹谷なんだけどな。ただ技術が欲しいからな。ただ葵ちゃん完走できなそうだからな75で75全然足んねえわ。ちょっと守備練ガチでやり続けないと無理だ。守備練だな。脅威の切れ味の分があるからね。いや、アムシャン完走できなかった、マジか。ちょ、ピンちゃんでいこう。いや、あとはマジでピンショーポイント寝て、もうワンタックか。寝て、あとはずっと守備練にする。とりあえず寝よう。いや全然無理だ、全然完走できなかった。重かったか。いや、かといってね、前リベを増やすかって言われたらね、増やせる前リベがいないんだよね。変幻自在の前リベキャラがいないんで。いや、いるかもしんないけど、わかんない。蝶野とかってどっちなの。蝶野とかそもそも使う気になれないし、蝶野ってそも不確定だよね。仮に前リベだったとしても、てか打たれてんじゃねえかよ。いや、あとずっと守備練。いや、ちょっともう完走できなかったっていうのがあるんで、チャンスにしよう。結局打席が2回しか回ってこなかった全然打てなかったんだな、みんな。うん、ワンタック。ちょっと待って、これで走者釘付け取って、まあ、変幻自在は別にあれではないんだけど、ちょっと見直す必要ある？ 6？ いくつ
つだったっけ。これまた足りないパターンだな、敏捷ポイントが。いや、11% で 12? いくつだったっけ。いや、やろう。いや、でもこの編成であとはもううまくいくまでやるしかないのか。結局1打席しか回ってこなくて打てずに終わった。まあしょうがない。イベントがきつかったか。先発でいいよ。例えば相良さん入れて敏捷でも相良さん入れるとそうか、復活が風投げとかぶっちゃうのか。いや難しいな、編成が難しいな。このままいくっていうか毎回あれだけど、本当に筋力余りまくるな。筋力余りまくるって珍しいよね、本当に。伸びつかむ、緩急もつかむ、ポーカーフェイス、重い球、尻上がり、ドクター K、あとは強打者、コツがあるやつはどんどんやっていこう。あ、そうだ、甲子園優勝できなかったからパピオンからもらえなかったんだもうやる気がないからいいんだけどさ。これアウトロー球の取っとこう。他は第2変化球とか取っとく、第2ストレートかで、スローカーブは77にできなかった。77が一応その7にした時が伸びるはずなんで、アプリだとねあれだとちょっと違うんだよね。そういえばサクスペだと、ジャイロボール取っとこう。ほっか、急速安定でスタミナにフロー。変化球が余っちゃったけどそれはしょうがないと。他なんか取れるのないもんね、野手代打とかここら辺が取れんな。こんなもんか。まあ一応まあ天才で S8 か、天才使ったんだったら S9 とか SS とか出したかったけど、まあそういうあれじゃないんで。今日マウンテンの出来損ないだな。でもマウンテンの出来損ないがいっぱいできるな、またもうマウでいいや。で何メートルかっていう。180m か。ここでプラス 50m で 230m。 いや 250m 出すのきついな。で脅威の切れ味がもし取れればもう 5m 伸びるんだっけ、金徳って。あ、そっか。で変幻自在で 5m。 あ、240くらいいくのか。あ、やっぱこの編成でもう完全にうまくいくのを待つしかないね。俺は多分その240くらいで揃えていく感じ。1000に届けば、かなり成功の部類だな、俺のその今の編成でいくと。っていうところで目指していきますか。まあ、投手は多分これの更新ポイントを出して、まあ、もうちょっと編成を変えてみようかなっていう感じなんですけど、まずは今の編成、今回の編成で、メートルを更新できるかっていうところですね。というかイベント完全に完走してっていうのを目指してやっていきたいと思います。一応見えたところは 1000m 行けば上場っていうところですね。まあそんな感じで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。